子供を守ろうとするユダヤ人女性を銃殺するアインザッツグルッペン1942年ウクライナアインザッツグルッペンはドイツの保安警察と保安部がドイツ国防軍の前線の後方で適正分子を銃殺するために組織した部隊であるアインザッツグルッペンは複数表記で単数型はアインザッツグルッペとなり直訳すると展開集団である 正式名称は、保安警察及び保安部のアインザッツグルッペンという。本校では、アインザッツグルッペンと表記するが、異役で、特別行動部隊、特別任務部隊という表記もよく見られる。それ以外には、移動虐殺部隊といった異役も見られる。ナチス党政権下のドイツの保安警察及び、SD 長官長官、ラインハルトハイドリヒにより創設された。 アンシュルス、ズレーテンラント併合、チェコの保護領した、ポーランド侵攻、独組戦とドイツが東部へ領土を拡大するたびに、保安警察、もしくは国家保安本部により組織された。ポーランド侵攻以前のアインザッツグルッペンの、銃殺活動は主に知識人、聖職者、政治家など、指導層を対象とした。対して、独組戦におけるアインザッツグルッペンは、 ユダヤ人やロマ、共産党幹部などを対象に銃殺を行った。都市が陥落するとアインザッツグルッペンはその都市の適正分子を集め、森や野原に置いたて、そこで銃殺して、遺体を豪に埋めた。銃殺だけではなく、ガストラックによる虐殺も行われた。アインザッツグルッペンは1943年に解散された。アインザッツグルの虐殺行動は一面では、 パルチザン総統の意味も持っていたが、各隊隊長たちの殺害報告書には、ユダヤ人などと人種の項目も独立して記載されているため、単なるゲリラ総統部隊とは認められていない。ホロコーストの一翼をなすものであったとする見方が大勢である。また、パルチザンと何の関係もない民間人も、体制、パルチザンないし、 共産主義者と勝手な認定を受けて虐殺されていった。1938年のアンシュルス前から、保安警察長官、ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊中将は、オーストリアにスパイを放ち、併合後に逮捕すべき反独的人物のリストを作っていた。このスパイ部隊を、アインザッツコマンドと呼んだのが最初である。1938年9月のゼデーテンラント、併合。 1939年3月のチェコスロバキア保護国家の際にも規模を拡大して再組織された。ズベーテンラントでの組織の際にアインザッツコマンドの司令部としてアインザッツグルッペンが初めて置かれることとなった。1939年10月、ポーランドのレシュノでのアインザッツコマンドによる処刑対ポーランド戦争に際してもポーランド占領を しやすくするために、アインザッツグルッペンが再度組織された。ハイドリーヒは1939年9月21日に、アインザッツグルッペンの指揮官たちを前に、ポーランドの指導者層、知識人層は絶滅されるべきであるなどと訓示している。ポーランドのアインザッツグルッペンは、1体2体3体4体5体6体、フォンボイル主体の7体により構成され、 それぞれの隊の下にアインザッツコマンドが複数ずつ置かれた。ポーランド戦の際のアインザッツグルッペンの総員は2700名であった。それぞれ陸軍14軍、陸軍10軍、陸軍8軍、陸軍4軍、陸軍3軍、南方軍集団の進撃を後ろからついていって銃殺活動を行った。フォンボイルシュは軍に付随せず、 ドイツとポーランドの国境付近において、銃殺活動を行った。ポーランド戦の際に、アインザッツグルッペンの銃殺活動の対象に、されたのは主に新衛隊情報部、第二局作成の特別捜査リストに記載された、教員、聖職者、貴族、助勲者、退役軍人などのポーランド指導者層、またユダヤ人、ロマなどであった。 1939年9月1日から10月25日にかけてドイツ占領下のポーランドでは民間人1万6000人以上が殺害されたがそのうち4割がアインザッツグルッペンによるものとされる国防軍は新参者の親衛隊が自分たちの占領地域を我が物顔でばっこしているのを好ましく思わず親衛隊に圧力をかけるようになった 南方軍集団司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット上級大将はフォン・ボイルシュの活動をヒトラーに正式に抗議している。また、国防軍はハイドリヒが起としていたユダヤ人を都市に集中させる高地整理について民政指導部が設立したら行うべきであると主張していたが、ハイドリヒは取り合わず、ワルシャワ陥落直前の1939年9月21日には、 農村部のユダヤ人を都市部へ集め、都市部にユダヤ人評議会を創設させて、ユダヤ人を一括管理させるようアインザッツグルッペンの指揮官たちに指示を出している。西ヨーロッパへの侵攻の際には、アインザッツグルッペンは組織されなかった。陸軍が占領地で、親衛隊が治安任務に当たることを拒否したためである。アインザッツグルッペンの虐殺が最も大規模に、 なったのは、独祖戦の際である。独祖戦に先立つ1941年6月に、東欧やソ連の政治的敵の銃殺を行うために、アインザッツグルッペンが、再び組織された。この際のアインザッツグルッペンは、A 隊 B 隊 C 隊 D 隊の4体からなり、それぞれの隊の下にアインザッツコマンドと、ゾンダーコマンドという部隊が、複数ずつ置かれた。 総員は3000名ほどであった。各グルッペはそれぞれ北方軍に集団、中央軍に集団、南方軍に集団、第11軍に付属してその前線の後方で、銃殺活動を行った。また、ポーランド侵攻の時と異なり、それぞれのグルッペを管轄する、新衛隊及び、警察高級指導者も定められた。ハイドリヒの独断選行を抑えるためのヒムラーの、配慮と思われる。 ソ連占領地では、ドイツ軍に対するパルチザン活動が激しかったため、パルチザン、共産主義者などの容疑をかけられて虐殺される民間人が急増することとなった。しかも戦時中に、ナツスはユダヤ人絶滅政策を推し進めており、アインザッツグルッペンがそのための虐殺も言ったため、犠牲者数はこれまでのアインザッツグルッペンの活動とは、比較にならないほどの数に上った。 独ソ戦中のアインザッツグルッペンの虐殺数は85万人から130万人と言われる。多くはユダヤ人であり、独ソ戦開始から1941年末までだけでソ連領のユダヤ人50万人が殺害されたという。独ソ戦でのアインザッツグルッペンの殺戮が効率的だったのはこれまで非協力的だったドイツ国防軍が、 協力的になったことも影響している。国防軍も人種差別はともかく反共主義には全面的に賛成であり、共産党幹部やボルシェビキに対しては情けは無用と考えていたため、それらに属する人物は民族を問わず逮捕の対象となったからである。アインザッツグルペン D の司令官だったオットー・レンドルフの証言によると、 1942年春にヒムラーから女子供については今後は銃ではなくガストラックによって殺すよう命じられたという。その理由はロシア占領地死に英隊及び警察高級指導者エイリヒフォンデム・バッハツェレウスキーの証言から推察できる。その証言によると1941年8月に ヒムラーがミンスクに来て、アルトゥール・ネーベが、司令官を務めるアインザッツグルッテビーの銃殺を、視察したのだが、死体を見たヒムラーが気分が悪くなってよろけてしまったと、いう。この際にヒムラーは、銃の撃ち方が下手すぎるせいだと怒っていたという。ガストラックの開発は、国家保安本部の将校、バルター・ラウフ・ SS 大佐が中心となっていった。ラウフは、 戦後、大量射殺は兵たちの大きな精神的重圧になっており、それから兵たちを解放してやるためにガストラックを導入したと証言している。アインザッツグルッペ D には、パウル・ブローベル・ SS 大佐が率いる戦後特務班が含まれていた。この部隊は、アインザッツグルッペンの大量虐殺の証拠の隠滅に当たった。戦後、アインザッツグルッペンの指揮官の多くは、 戦争犯罪人とされて裁判にかけられた。特にアメリカ軍が改定したニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判がアインザッツグルッペンを裁いた法廷として有名である。24名の指揮官が起訴され、うち22名が死刑か懲役刑に処せられた。21世紀に入ってからも D 部隊に所属したカナダ在住のドイツ系、ウクライナ人元隊員が、 カナダ席を剥奪され、ドイツに強制送還されるなど、摘発が行われている。アインザッツグルッペンは、国家保安本部長官のハイドリヒ、あるいはその上位者である新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの命令によって動いていたが、軍への臨時動員の形であったので、形式的には、国家保安本部に属さず、軍や軍集団に属した。そのため、国防軍も、 移動や補給など、一定の範囲ではアインザッツグルッペンに命令することができたと見られている。アインザッツグルッペンは、混成部隊である。その指揮官は、国家保安本部の将校たちで占められている。一方、その指揮のもとに銃殺を行う兵士たちは、武装親衛隊隊員と親衛隊上級大将、クルトダリューゲハイカの秩序警察の警察官が多い。 保安警察や SD は単独では、たくさんの人員を確保できないので、武装親衛隊や秩序警察から人員を借りたので、ある。以下に、独組戦の際の、アインザッツグルッペンへの構成を一例として、記載する。アインザッツグルッペンは、全く不人気な部隊で、隊員のほとんどは、強制的に着させられたものである。アインザッツグルッペンの指揮官である。 国家保安本部の将校たちは、長官ラインハルト・ハイドリヒの命令で着させられている。ハイドリヒは、部分的中誠心しか捧げない部下が嫌いだった。つまり彼の下では、中間的な存在、名誉職的な存在でいることは許されないということで、ある。特にその傾向が強い、非軍人的な、軟弱な知識人に、 この殺戮任務を負わせることで、ナチズムと運命共同体にして、反ナチ派となる可能性を奪い取ろうとした。実際アインザッツグルッペン指揮官に任じられたのは、オットー・オレンドルフやフランス・ジックス、オットー・オラッシュ、バルター・ブルーメ、マルティン・ザントベルガーなど、インテリ派だのものが多い。また、ハイドリヒのキリスト教嫌いのためか、 国師のエルンスト・ビーバーシュタインも、アインザッツグルッペンの指揮官に任じられている。オーレンドルフは、アインザッツグルッペンの指揮官になることを2回拒否したが、避けがたい3回目の命令で受けるしかなくなったという。アインザッツグルッペンの指揮官になることは、国家保安本部での昇進や、地位の保全の条件になっていたと考えられている。その指揮を受ける隊員は、 武装親衛隊か秩序警察の警察官が多かった。特に武装親衛隊員は、アインザッツグルッペンの総数の半分近く1500名の人員を出している。武装親衛隊員にとっては、アインザッツグルッペンは、懲罰部隊であった。第 2SS 装甲師団、ダスライヒ師団長ゲオルゲ・ケプラーは、彼らは、勤務に遅れたり、 居眠りしたため軍法会議にかけられ、アインザッツグルッペンに志願すれば免責すると言い渡された者たちである。厳罰や武装親衛隊員としてのキャリアが終わることを恐れる者はこれに志願し、特別な訓練を受けて殺人者になった。何をさせられるかに気づいて、志願を拒否した場合は懲罰として、アインザッツグルッペンへの配置解命令が形された。 命令なので拒否した場合は銃殺である。こうしてまともな若者たちが犯罪者になり下がってしまったと述べている。一方、エストニア人やリトアニア人、ラトビア人、ウクライナ人など、現地の対独協力者も、補助警察官としてアインザッツグルッペンに参加している。彼らは、熱狂的な反ユダヤ主義者であり、自ら望んで殺戮していることが多かった。 しばしば手当たり次第に、ユダヤ人を殺すので、ドイツ人隊員たちが止めねばならないほどだった。もちろん止めたのは、人道上の理由からではなく、殺害数のカウントなど、秩序ある殺戮を遂行するためである。第二次世界大戦前ポーランド戦ポーランドでの、移動虐殺部隊は6つのアインザッツグルーペンと、その下の16のアインザッツコマンドから構成された。 掃除人は2700人から3000人ほどであった。独素戦期アインザッツグルッペイゾンダーコマンド1、R ゾンダーコマンド1ビットゾンダーコマンド、1C アインザッツコマンド2アインザッツコマンド3、アインザッツグルッペ B ゾンダーコマンド 7A 隊長、ゾンダーコマンド7ビット隊長ボルコマンド、モスクワ、後ゾンダーコマンド 7C 隊長アインザッツコマンド8、隊長。 アインザッツコマンド9、体調アインザッツグルッペ C ゾンダーコマンド 4R、ゾンダーコマンド4ビットアインザッツコマンド5、アインザッツコマンド6、アインザッツグルッペ D アインザッツコマンド10、A アインザッツコマンド10ビットアインザッツコマンド11、A アインザッツコマンド11ビットアインザッツコマンド12。ありがとうございます。